セフィロスについて言及なしか。勝手にしまった。扉がロックされたようだ。引き返すのは無理だな。ん？武器だ。とりあえず、ああバランス型の武器っぽいな。反撃の構え。いや。マテリアがある。セフィロスはもういない。はあ、大したもんだな。な。やったね。ナイス。待ってて。私たちもそっち行くから。やるね。そのポットも中身入ってんでしょ？ぎっしり。あ、下降りてきてる。うわぁ。あ？なんて言ってんだ？向こうに何かあるようだ。そこのマテリア。あ、これか。そっちは無事か。この通り。でもどうしよう、この部屋出られないみたい。あ、聞こえるかね。北条。どうだね、私の実験場ドラム、すなわち世界の最先端の居心地は光栄に思いたまえ。私の大いなる仮説の検証に君たちも貢献させてやろう。は？準備が整い次第第三研究室の扉を開ける。あ、いや、そこにいるならちょうどいい。準備の方も手伝ってもらおうか。有益なデータを期待しているよ。準備だ。あの野郎、何を勝手に。無視して先に進めない。奴のことだ。都合のいいデータが取れるまでここから出す気はないだろうな。研究室って言ってたよね。さっき上で扉を見た気がする。行ってみる。切り替えるとこっちか。手助けできないと気をつけてな。うん、分かってる。俺たちはここで待ってる。何かあったらすぐ通信だ。いいな。了解。なるほど。あ、 BHS ターミナルか。これ女班行くぜ。クラウド大丈夫かな。様子ずっと変だったよね。うん、でも心配ないよ。それよりティファは？え、平気だよ。取れるかな、このマテリア。回し蹴り。第三研究室ってここかな。扉開きそうにないね。どうにかできないかな。調べてみよう。だね。ここを開ける。あ、これは？クラウド、聞こえる？第三研究室の扉はあったけど、まだ開かないみたい。そうか。あのね、北条が言った準備、あれを操作するんだと思う。中央端末か。なるほどな。
なるほど。パーティーを切り替えて進めていくと、レッドサーティーの出番。私の出番だな。そうです。制御盤がない。こちらからは進めそうにないな。そうか、どうしよう。あ、これをこうして女班でもうちょっとやっていこう。見て、下もつながったみたい。クラウドに報告しよう。の前にアイテムだ。というか、アバランチ本部だっけ？襲撃されてるって言うんだから、北条もさっさと退避すればいいものをするわけないか。わかった。俺たちは中央端末を目指す。連絡するまでそこにいてくれ。何の研究だよ、ダケオ。空から来た最悪、ジェノバ。北条の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえよ。この施設で行われているのは、ジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。北条は実験体の仕上げを我々にやらせる気のようだ。あの野郎、どこまでふざけてやがる。すでに実験体の運命は決まっている。楽にしてやろう。なるほど、戦闘データでも取るのか。どう、モンスター出るんか。攻撃が当たんないときは魔法だ。落ち着いていく。俺の見せ場だ。よし、アンガーマックス。そっちはどうだ。これが届かないんだよね。繋いでいくと。バレットに任すしかない。集中砲火。いやー、巻き添え食らった。この狭い空間でやめてくれ。回避できないやつか。まだ倒れねえ。動けるうちに勝て。待ってました。いけんだろ。下がって。勝って。よし、このまま行くぞ。つながった。ここもなんかレバーはなさそうだけど、ちょっと行かせてみよう。制御盤がない。こちらからは進めそうにないな。はい。ティファーたちがいるのは第三研究室の前だったよな。スイッチは4つ、研究室も4つあるらしい。ティファーたちは第三。輸液確認、輸液確認。該当エリアのサンプルテストを開始します。声をかけてね。十分に注意して進めとな。
幹部とかはスマホ使ってんのに、こっちは端末か。ティファ、聞こえるか？中央端末を操作した。扉は開いたはずだ。研究室には多分北条のモンスターがいる。無理はするなよ。ありがとう、行ってくるね。よし、女班。これか。そっちのゲートが開いた。おお。ああ、サンダガな。サンダガをやる前に始末できればいいんだけど。よし、次もこの調子。あ、何体もいる感じか。うわ、なんだろうこの部屋、なんだか悲しい。牢屋まみれじゃ。宝箱、メガポ。うわ、虫。あ、ここも檻か。飽きそうなんだよね。とっても飽きそうなんだよね。あー、いたエアリス。こいつ交代。頑張って。エアリスピンチ。あ、そっか、ティファーは回復魔法持ってないんだ。なんだ、頑張って。ちょっと女班体力がな。マデリアとか組み替えた方がいいかもしんない。よし、終わり。リミット。はい、の、行くよ。つえ。と装備整えよう。ちょっと微妙だけど、まあいっか、これで。まだボス的なやつが出てきてないから、この先にいるんでしょう。ん？あ、ボックスか。いやー、嫌な実験室。うわ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 。とりあえずやっちゃうか。食らってる。あ、気づいた。ゼネね。おりゃ、あー、外した。あー、汚い。あ、外した。近い。祈りがまだ使えない。任せていいか、私の出番。バトルが終わる前に回復だ。よし、回復量増えたね、祈りの。5000ギル。
狭い。レバーか。うわ、今度は赤いな。ライトが赤いだけだけど。そい。見て。上から行こう。モンスターが寝てる。え、ここ渡んの？ちぎれそうな鉄骨だよ。ああ。もう一回寝ろ。よし。宝箱。ああ。だよな。またゼネネだ。あお、助けて。まず一体をやっちゃいたい。なんだその技。危ない。どこか。そういえばこれを試してない。あ、そうだ、 ATP を分け与えるんだ。やったかな。そう、ちょっと離れて狙ってる。こっち、こっち来ないで。交代、振り絞るよ。フライ。おっと、ガード。よし。勝てたね。もうどう見てもね、落ちる鉄骨の形、フラグ立ってた。アイテム、アイテム。メガポか。ポション使い切っちゃうか。あと3つ残ってるけど、もうこの先ポションが手に入ることないよね。おー、しまった。北条博士、嫌い。そりゃお母さん殺してるからな。ああ、ボスとかがいるんじゃなくて、もう本当に今のが被験モンスターだったのかな。こいつらを倒せばよかったのね。いけ。今度はランチャーか。痛い。これバーストしにくいし、やたら硬いんだよな。はい、オッケー。エアリス祈り。うわ、使った。3機もあるし、一旦回復。ここはエアリスの攻撃でバースト狙いだ。よし。で、祈り。
こが勝負どこ。よし、あ、ここ、ここいいんじゃないの、ここパターン入ってる。気をつけてね。はいはい。リミットか、いや、今はいいかな。というかこれ物理攻撃じゃないしね、ミサイル。はい、苦しませない、チャンスは逃さない。やれることか、こんなところかな。切り回復。反対側は下に行けるだけ。ああなるほど。エーテル、レッドサーティーンがいないと渡れない壁。なんだこれ、ポッと刺さってたユニット。下も通れるようになったかな。ということはそろそろ男班に変わってもらうか。ちょうど PHS があるし。クラウド、無事か。うん、さっき制御盤を操作したの。それで下の足場もつながったと思う。おう、次は俺たちの番だな。男班レッドサーティーンもいるからね、結構有利なんだよ。二人ともそこにいてくれ、何かあったら連絡する。男班は、ああ中央から移動してるんだ。どこだっけ、迷うな。こっちか。2番が扉を開くことが先決だ。一旦回復しよう。扉、ああそっか、中央のマシンで扉を先に開けないと。輸液確認、輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。ここを含めてサンプルテストはあと3つ。それをやれば北条博士満足かい。うわー、匂うな。ここもここで